今回は、七分音を相手にするときに意識しだしたことを、モイロ解説で紹介してくよ。お相手は11連勝中やし、試すには持ってこいやね。なんでボイロ解説するつもりやのに、この BGM カード使ってるんや。前回の動画以降、不死相手を何度もシミュレートしてきたから、自分なりの答えが見つかった試合を紹介しようと思っとるよ。これはいけません。これだ。いきますよ。やれ。案を練り直します。やれ。今は見んでいい。魔法使えないんですよ。これだ。やれ。これは悪くない。なんとか丸く収めましょう。これだ。行きましょうか。ここで綺麗になりきられてまうのは、うちの位置取りがあかんね。行きますよ。一度目の獅子は、魅力5枚正気式2つで、最短58カウント。そっから、正気か魅力が1つ減るごとに2カウント追加。今回のお相手は、魅力4正気1つやから最短54カウントやね。四季あふれはそこから12カウントやから、今回は54から42カウントの間に1回目の寿司が来るわけやな。寿司デッキの工場ダメージは分を頼りやから、兵力を削るか計略を使うかで城に張り付かれんようにしたやね。僕が握ったこの寿司で、文王の寿司で、我の妖術で蹴散らしてくれ。この後に絶対カウンター狙いたいし、四季を吐いてでも綺麗は守らなあかんね。止まれた工場が入りまくっとるやんけ。なんだこのガバガバ防衛はたまげたな。なんとか丸く収めましょう。それでここなんやけど、寿司は2回のチャンスで一気に取るデッキやから、基本的にべったり張り付いてくるよ。その分ずらしを狙いやすくて、1回目の切れ庭がターニングポイントになると思っとる。守りは頑張ったけど、四季使ったんもやって、プラン自体は狙い通りやね。
死じゃダメ。今はミンでいい。火の球戦は伊達ではないぞ。2回目の寿司は最短で22カウント。今回はそっからマイナス4やから18カウントで飛んでくるね。それまでに忍者しておくのは必須条件や。やれ、今参ります。やれやれ、我が主君に降伏せよ。ここが一番のポイントやで。音源機を倒すと復活させられるから放置して。高層天寺を使って文王を狙うよ。この兵力の部隊を残して、フミオン本体を狙うことで、獅子のパワーを抑えれるはずや。何度刺さる必要はあるんですか？今、参ります。タイムを超えて、進む時です。僕が握ったこの寿司で、文王の寿司で、行きますよ。俺は悪くない。こんな感じに倒せない部隊を作りつつ、文王を削りに行ければわらデッキでも寿司わらにワンちゃん作れると思ったよ。少しでも参考になれば嬉しい限りや。寿司デッキの目安はこんな感じやで。タイムスケジュールの決まってるデッキやから覚えとくと便利やと思う。そんじゃ、ここまで見てくれてありがとうな。